いきなりクライマックス？何これ？ナルトくん、サスケくん、ほらぼーっとしてない。さーて始まりました、疾風木の葉学園で、文武両道で超有名な名門校木の葉学園、そこへ頑張って入学できた私たち。規律がちょっと厳しいけど、っていうかかなりじゃん。うん、そうだよね。まあでもそれなりに炎上してた学園ライフに突如現れた謎の転校生。戦闘開始。俺の野望は全国の総大将なんだってばよ。うわ、汗を飲む男。サスケくんに絡むなんて。一見バカだけど、すぐに飲めるし、弱いだし。なんか、どっかの団長が俺なりに言ってたよね。そうそう、怖いすけ、今おっさん。何年留年しとんじゃわれ。何ね、あの時のヨーヨー。どっかで見たよね。もっとも、いさかたびたびでやってたのよね。これであいつも学園から出ていくかと思いきや、何でまだ残ってんだ。何をやり残してる気持ち。しかしてサスケくん、どうする。よし、何で言っちゃったんだよ。ナルトが転校してきた時に二人で戦ってるとこ、こっちやるじゃねえか。もらった。カズ、何しやるんだ。そりゃこっちのセリだ。殺す。そういえばナルト君が成功してきてから何かと言わないかに。ユウが一方的にナルトが絡んでるっていうか、え、ここはナルトの最終目標。結構師匠の意志は俺が引き継ぐ。勝負あり。アンジュ頑張って。俺が修行の成果だ。